楽しいです。なんか普段しないことをするのってね、楽しいですよね。なんか思ったものになかなかならないところもまた。この中から5個、5枚好きなものを選んでください。ろうの芯に順番に穴にこういう風に通していくんです。風だとこういう音が、こういう音が、これなら塗った後で黒で線とか止めてもらえばこういう風な形に描けます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。完成しました。楽しかったです。ちっちゃい子供もできるのですごい、ね、記念になるし楽しかったです。ありがとうございました。種から育てたやつ全部手作りですので、で、まあ、子供さんが手軽に遊べるっていうのと、で、自分で音を選べるってことが一番楽しいんじゃないかなと思います。が4人集まりまして、でなんとかこう県南が元気になったらいいなと。でやっぱり女の人が元気だと、お子さんだったり家族だったりが元気になるかなっていうふうに思いまして、で何かみんなの笑顔のお手伝いができたらいいなということでみんなで始めました。で私たちもどれぐらいのキャッターが来てくださるかすごく心配をしていたんですけれども、思ったよりもたくさん来ていただきまして本当の感謝の気持ちでいっぱいです。開会早々10時から来ましたが、もう10時前から人がたくさんいて、やっぱりこれ女子力すごいなと、やっぱりこの力はあの地域の活力だなと思いました。行政がやると龍ケ崎市の中にとどまっちゃいますけども、もう各地から隣の牛久市を中心にもう広範囲の人たちに、市民の皆さんにも、事業者の皆さんにも来てもらって、これだけ大きなイベントができるっていうのはやっぱり市民の力でないとできないかなというふうに考えています。